優勝候補の筆頭でございます。ゼッケン10番大越龍之介、グラロープを制しているこの大越龍之介選手、さあ彼の、ね、タイムもかなり気になるところでございます。さあトップのタイムを叩き出しているのがビブナンバー4番成田秀幸、55秒06。さあ一体このタイムに対してどれくらいのチャンピオンやってくるのか、大越龍之介さあ出してくるのでしょうか。ゼッケン4番成田秀幸、さあ昨年の、ね、チャンピオンの成田秀幸選手もう、ね、今日はがっちり気合入れてきてるところでしょう。さあ一体どんどんタイムで来るのか、成田秀幸選手海外を転戦してその実力をさあここで見せつけた。ゼッケン17番石井智也、56秒77。さあコース上にはビブナンバー17石井智也、ゴールドウィン SC が起こった。一体どんなタイムにやってくるのか、石井智也も注目したいところ。さあやってきた